Okay, this is Joe Strummer, and you're listening to Shibuya FM. And these people are laughing in the background because this is the station to listen to. And this is 78.4 megahertz on the dial. And this is Everybody Knows, so get down and get with it. Carl Solomon, I'm with you in Rockland where you're madder than I am. やり残してもやりきれないことないように。こんばんは、夜はディノーズ DJ の東雄一郎です。1997年の2月の第1週の土曜日から、日曜日から当時は始まったエブリバディノーズ、今週で、13年目突入ということでございます。まあ、かといって、まあ、そのお祝い的な感じのはね、先週、まあ、DJ の先輩であるポーキーさんのところに行って、まあ、そのラジオについてみたいな話をしたんで、今週は、まあ、スタンダードな、まあ、ワンマンスタイルの、まあ、僕が今届けたいと思っているナンバーを、まあ、多少オールドファッションなナンバーも多いですけども、まあ、今でもこの新しいものを追い求めるというよりかは、こういう緩い気持ちで、ちょっとルーツミュージック、ルーツロックみたいなものの方がなんかこう夢があっていいなと。まあ、どっか音楽ってあの現実的な部分だけじゃなくて夢もなきゃいけないじゃない。そんなところで今日は1時間、新旧織り交ぜながら、割と古いものが多いかな、かけようかと思います。特に記念という感じではありませんけども、まあ、こういった感じで、音楽の捉え方も自分の中でこの12年13年、ここでやってると変わってくるもんだなと思いながらも、まあ、こうやってラジオで喋って音楽を届けるのは僕のもう日常であるので、まあ、通常通り今こういう感じでみんな知ってるか、エブリバディノーズという意味を込めて、今週もお届けしようと思います。それじゃあ今夜も60分間駆け抜ける番組でトークハード。オープニングナンバーはブルース・スプリングスティーンの Working on a Dream。 まあ、スプリングスティーンについて、まあ、後で語ることにして、まあ、このメローのナンバーで今日は始まりましょう。スプリングスティーン。 The nights are long, the days are lonely, I think of you and I'm working on a dream, I'm working on a dream.Cards I've drawn to rough and dark, I straighten my back and I'm working on a dream, I'm working on a dream, I'm working on a dream. Sometimes it feels so far away, I'm working on a dream, I know it will be mine someday.
まず聞いてもらったのはブルース・スプリングスティーンの新しいアルバム Working on a Dream からでした。この前のオバマ大統領の就任演説のね後の、まあ、パーティーでライブをやったりとか、まあ、この人はその時々の、まあ、政治の部分と、まあ、割と寄り添うというか、まあ、象徴にされたりするんだよね。確か1980年代、ブッシュ大統領のね親父、前ブッシュ大統領の親父がアメリカで、まあ、大統領になるときに Born in the USA とか確か、使われたりね、まあナショナリストではないんだけどもね、なんかこうアメリカのなんだろう暗部もちゃんと歌ってるからね、そういう意味では日本人にとって詩の理解できにくい日本人にとってはどうなんだろうと思うところもありますが、一時期はこうダサい音楽の象徴という部分もあったけれども、まあ、こういうスタンダードなねいわゆるアメリカのいい部分を受け継いでるような音楽っていうのも今はなんか、うん、自分の中ではちょっとフィットしてる部分もあったりするわけです。なぜかというとね、1月の半ばぐらいに、亀戸という場所が、まあ、ちょっと渋谷県内からとするとねちょっとね違うエリアで、まあ下町、いわゆる下町っていうところなんですけど、そこに、いわゆるね、ジャズ喫茶ではないんですけども大きいこうスピーカー、いわゆるそのジャズ喫茶にあるような大きいスピーカー、そして真空管アンプで、音を聞かせる、まあロック喫茶でもないなんか変わったね喫茶店があったわけです。亀戸のクレッシェンドっていうところなんですけども、でそこに行って、まあ、こうジャズが聴けるんだろうなというイメージでパッと入ったら、まあ、広い、まあ、住宅街のちょっと駅から離れた住宅街の中にあるね、一軒家みたいなところの1階がフロアバーンとあって でっかいスピーカーがどん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 置いてあって、でまあ音がいいわけですよ。でその中で、まあ、お客様たまたまいなかったんで初めて僕は行ったわけなんですけども、その店主のマスターの人となんか好きなレコードあったらこうかけてもいいよなんて言われたんでちょっといろいろ探していたら聞いたことがなかったんですけど、リック・ネルソンっていう人が、1950年代、まあいわゆるロカビリーとかロックンロールが始まる前の時代の、まあ、アーティストなんですけれども、プレスリーが出てきた頃にプレスリーと対抗馬みたいな感じでね出てきたロックアーティストなんですけども、その後、まあ、どん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 、まあ、カントリーの方に寄ってったりとか、いわゆるアメリカのスタンダードな絶対黒人聞かねえよこれっていうそういうなんか音楽を奏でる人としてね、まあ、日本でも、まあ、当時は、人気あったと思うんですけど、僕はほとんど知らなかったんです。そう、まあ、いわゆるオールディーズと言われるような部分なんですけども、で今日これからそこでね、ちょっと耳にしたナンバーでいいなと思ってこう入手したんですけども、リック・ネルソンのガーデンパーティーっていうナンバーがあって、これはねこのゆるさ、まあ、いわゆるカントリー的な部分もあったりするんですけれども、どこかねこのなんか、ドラムの感じとかサウンドのメイキングとかはね、いわゆるサーフロックっていうのが、まあ、ちょい前に流行ったわけじゃないですか、ジャック・ジョンソンとかあの辺の流れは源流はねこのリック・ネルソンとかのこの辺の作品のねテイストに近いのではないのかなと思ってね聞いたらなかなか、奥深いなと思いながら、残念ながら1985年に、まあ、若い40代で、飛行機事故で亡くなってしまうわけです。なぜかこのロックンロール黎明期のアーティストっていうのは飛行機事故でね、ホリーズだとかそして、本当に、いろんな人、リッチー・バレンス、そうラバンバのオリジナルの
リッチー・バレンスとか、そして、オールマン・ブラザーズ・バンドとかレイナード・スキナーとかね、もういわゆるアメリカと言われる人たちは、まあ、忙しくてツアーはもうね、広いアメリカをどん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 回るにバスで回ってらんないと、飛行機で自家用飛行機で行こう、でそうなると、まあね、事故に遭うリスクが高くて、そういうような亡くなり方をしたんですけども、なんかね本当にこういわゆるこうアメリカの美青年が大人になった、っていう感じの美形の人だったんです、まあ、YouTube で映像を見たんですけども、実はこのリック・ネルソンっていう人の息子がネルソン兄弟っていうので、まあ、俺は全然好きじゃなかった、好きっていうかあんまり自分のテリトリーに入ってこなかったんですけど、90年代、80年代後半から90年代にかけて、メタルとかメロディアスなハードロックの部分で結構一躍世界的に有名になった人のお父さんっていう感じなんですけども、そこまでなかなか調べるとね、うん、面白いね音楽ってって思いながら、このゆるさのあるナンバーを今日かけようと思います、リック・ネルソンでガーデンパーティー。 I went to a garden party to reminisce with my old friendsChance to share old memories and play our songs again. When I got to the garden party, they all knew my name. No one recognized me. I didn't look the same. But it's alright now. I learned my lesson well. You see youCan't please everyone, so you got to please yourself. People came from miles around, everyone was there. Yoko brought a walrus, there was magic in the air. And over in the corner, much to my surprise, Mr. Hughes hidden Dylan's shoes.Wearing his disguise, but it's alright now. I learned my lesson well. You see, you can't please everyone, so you got to please yourself.All the old songs, thought that's why they came. No one heard the music, we didn't look the same. I said hello to Mary Lou, she belongs to me. And I sang a song about a honky tonk, it was time to leave, but it's all right now.Learned my lesson well. You see, you can't please everyone, so you got to please yourself. La-da-da-da.Someone opened up a closet door, and out stepped Johnny B. GoodPlaying guitar like a ringing a bell and looking like you should. You gotta play at garden parties. I wish you a lot of luck. But if memories were all I sang, I'd rather drive a truck. But it's alright now. I learned my lesson well. You see, you can't please everyone, so youGot to please yourself. La-da-da-da. 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 And it's all right now. Yeah. Learned my lesson well. You see, you can't please everyone. So you got to please yourself.リック・ネルソン、ガーデンパーティー、いいでしょ、このゆるさ、ゆるさっていうかね、このサウンド、ほんとこう、なんかサーフミュージックなんていうね、言われて、
一頃流行りましたけども、いわゆるこういうねカントリーとかそのフォークテストのところから来てるっていうね、ただそれだけをまあ新しいというようなね、ところで切り取った、ジャンルだったのではないのでしょうかと勝手に一人で検証してますが、さて、この後はね、まあ喋りなくフィフティーズのいわゆるその今日のこの流れの中に、うまく入るような感じですね、ノンストップで、フィフティーズのこうロックンロールーオールディーズと言われる中での、まあ、メインストリームじゃない、日本人が知ってるメインストリームではないようなものをですね、どこまでかけれるかわからないけども、まあ、大体2分3分以内のポップソングなわけですよ、昔のねレコードだから、それを矢継ぎ早にうまくこうミックスしてかけていくことができたらなと思ってますんで、まあちょっと土曜の夜ね、ちょっとまあ一人でパーティー気分というところで、エブリバディノーズのリスナーは楽しんでみてください。Hi, this is Nick from Chick Chick Chick, and you're listening to Everybody Knows, Everybody Knows. And I'm supposed to give you, the listener, a massage, and that is impossible for me to do over the air. I'm going to give you a mental massage. Watch this. Well, Saturday night, about 8 o'clock.I know what I'm gonna do. I'm gonna pick my baby up and take her to the picture show. Everybody in the neighborhood is dressed enough to be there too. And we're gonna have a ball just like we always do. Saturday night at the movies, who cares what picture you see?When you're dating with your baby in the last row of the balcony, well, there's Technicolor and CinemaScope just out from Hollywood, and the popcorn at the candy stand is all tasting twice as good. There's always lots of pretty girls with figure they don't try to sitting by my side. Saturday night at the movies, who cares what picture you see? When you're dating with your baby in the last row of the balcony. Saturday night at the movies, who cares what picture you see? When you're dating with your baby in the last row of the balcony. Oh! Saturday night at the see. When you're dating with your baby in the last row of the balcony. Oh, Saturday night at the movies. Who cares what picture you see? I couldn't sleep at all last night. Just been thinking of you. It's on the floor. Turn my pillow upside down. I never, never did before. Cause I was tossing and turning. Turning and tossing. Tossing and turning all night. Jumped out of bed. Turned on the light. I pulled down the shade. Went to the kitchen far by. Roll up the shade. Turned off the light. I jumped back into bed. It was the middle of the night. The clock downstairs was striking four. Couldn't get you off my mind. I heard the milkman at the door. Cause I was tossing and turning. Turning and tossing. Tossing and turning all night. Yeah, jumped out of bed, turned on the light.
was striking four. Couldn't get you off my mind. I heard the milkman at the door. Star's a wishing star that shines for you, and April love is all the seven wonders. One little kiss can tell you this is true. Thank you.
babe a walking with another man today. Baby, I wanna know. Baby, I wanna know. Shut up.
say you will. My pillow never dried, lonely teardrops. Come home, come home. Just say you will, say you.
30分ぐらいやっちゃったような気もするけど、なんかノンストップでね、フィフティーズの、まあ、いわゆるオールディーズの中の、まあ日本人がそんなに知らないアウトサイドなところの部分をね、まあ俺もわかんない、もうやつぎ早にいろいろかけました、ここにまあね、かっこいいこうあのイントロになってねねねってウルフマンジャックみたいに喋るとまあいいんですけど、まあそれは私のやることではないので、まあこういう感じでまとめさせていただきましたけども、まあ、そのうち何をかけたかっていうのは、アメブロのエブリバディノーズのホームページの方にアップするかもしれないので、気になる人は見ておいてください。まあ今日はつながってでしょ、スプリングスティーンから、リック・ネルソン、そしてフィフティーズ、結構いい曲もあったと思う。知ってる曲っていうのはほとんど1曲ぐらいしかないんじゃないかな。はい、そんなところでまたこういうね、つなぎ物でなんか古いロックナンバーをかけることをやってみようかなと思います。Don't leave me here in shame in the Fool's Hall of Fame. Everybody knows いつもラジオから。俺とあんたの土曜日のブルー。ふと気がつくと夜の街のオーハンズ、もう
年末からやってないような気がするんで2ヶ月ぶりぐらいのような気もしますが、今日の夜の街のオーファンズはまあちょっと、マイスペース僕のまだフライトビジネのところに来たマイスペースの、まあ、海外からのアーティストの中でオーファンズコーナーに最適なナンバーを2曲持ってきましたが、変わったの来てるよ最近はね、そんな変わったのも来てないような気もしたけどなんかよくニューフレンドのところを見てみたら来てたね、やっぱりそのつながってるところから入ってくるんで、まあ、サイケデリックだったりとかエクスペリメンタルだったりとかそういうようなものが多かったりするんですけども、まず1曲2曲続けてかけます。でサイケデリックなプログレっぽい感じのものを2曲かけます。フランスのローマバイスナイト、これよくわかんない、でもねよくわかんないっていうか結構ちゃんと活動してる人たちをのものを取り上げてますからね、エクスペリメンタルサイケデリックっていうことで、この人たちはねピンクフロイドが好きだとかわかりやすいそういう、でもねやっぱり今のちゃんと時代のものもちゃんと取り入れてるというか、このミニマムミュージックみたいな部分も入っていて、これはなかなかいいなと思いながら、それともう一曲はですね、東イーストクリスマスアイランド、東クリスマス島ってどこなんだろう、まあ、ヨーロッパの方なんだろうね、ちゃんと調べなかった俺も悪いが、ザ・スティールスっていうのでシンフォニー・フォー・アプライジングっていうナンバー、この人たちはスピリチュアライズドとかモグワイとか、まあ、この90年代後半から2000年代のこうインストルメンタルのこう、ミュージックをに影響を受けている人たちです。これもなかなか良かった。あ、そっか。最初のローマバイスナイトってはこれまたね、マイスペースで来るのは英語のなんか自分の、知識にない単語なんだよ。サム・ブラウントーンっていうね、これフランスね。こっちはなんか宮崎駿が大好きみたいなことも書いてありました。ひっそりと。じゃあ2曲続けていきましょうか。もう1曲ね、あとザ・スティールス、こっちはねなんか5月の頭に来日するみたいなんで、まあこういう縁で向こうからコンタクト取ってきたんで、ライブ見に行ったりとかこの番組に呼んだりとかそういうようなつながりができればこのコーナーをずっとやってた甲斐もあるかなと思います。今夜の街のオーファンズは2曲続けてプログレッシブそしてサイケデリックなナンバーをお届けします。These men don't seem to be
looking for nice and empathetic. I think my friend Donna is feeling sorry for me. Maybe you have to be in a more closed case. It's too ventilated. Yeah, whatever. I suggest we head home. And that's when I discover that the pheromones do, in fact, have an effect. I see a black dog across the piazza that's making a beeline for me. When a horse appears at the piazza, I decide to split. Thank you.
となりました。ちょっと一息願いまして、またのご縁と終わるかリー。今夜のエブリバディーノーズいかがだったでしょうか。13年目に突入ということで、昔だったらすげえ喋ったのになと自分で、やりながら思いますが、まあ、ずっとやっていくと、まあ、こうやって本当に薄めにやってこう凝縮してやっていくのが良かったりするのかなと思いながら、スタイルっていうのはやっぱり時間経つと変わっていくものでございます。来週もまたいい音楽を届けようと思います。お相手は東雄一郎でした。それじゃあ来週もトークハードでバイバイ。